三年 B 組金山先生正しいという字は一つ止まると書きますどうか一つ止まって判断できる人になってくださいこんばんは金山真也です今日からメゾンドミュージックに集まる生徒みんなの悩みにモカコと金山真也が答えていきます 岡さん樋あ、金山先生樋口リスナーの方できっとなんで先生なんですかっていうか金山先生なんですかって思ってる人がいると思うんで樋口ちょっとそれを樋口さすがですねさすが元俳優ですね樋口ほですか樋口台本を台本じゃない風に読む樋口やめてくださいずっと台本読んでるってバレるじゃないですか樋口僕はですね実は親がすごい厳しくてですねなぜかあんたはもう大人になったら絶対教師になりなさいって育てられてたんですよで道外れて 今は音楽やってるんですがあの大学まで出させていただきましてねあの教員免許を取得させていただきましてで、えー、音楽の道に行こうか先生になろうかって迷ったんですけど、うん、やっぱり僕は音楽でメッセンジャーとして一人でも多くの人にあの自分の思ってるメッセージをこう発信していきたいなということであの真面目にもねあの音楽の道を選んだわけです。 まあ一度は親におかんにねあの縁もうあんたとは縁切るなんて言われたんですけれども <laughs> 今ではねもうライブに来てよく手振ってくれてるんですけどもまあそんな戦いきさつがございまして僕に解決できない悩みはないだろうと、はい、あのいうことでねあのー、悩みを解決していこうかなと思っております。来てててるるんでですかか悩みがはいい早速紹介しししもよろろょう京都府長岡教師初めて見るやろ そんなことない。そんなことないですか。台本しっかり読んでますから。い言うなはい。石山さんから。はい。来られております。金山先生、コーナースタートおめでとうございます。ありがとうございます。番組プロデューサーの石庵です。お、早速ですが、私の悩みはなかなか片付けられないことです。会社のデスクは机の上や足元が荷物ですぐいっぱいになってしまって。自分の机ではデスクワークもできません。うん。でも、すべてが。 いつかは使うであろう必要なものだと思って荷物はほとんど捨てることはできませんたまに少しは片付けるのですがすぐ物でいっぱいになってしまいます金山先生は整理整頓が得意な方ですかどうすれば机が綺麗に保てるでしょうかできれば物を捨てないで綺麗にする方法はないものでしょうか先生 解決をよろしくお願いします。いや、これ、まずね、リスナーさんじゃないんですね。番組プロデューサーの身近な相談に乗っていくっていうことなんですね。いや、これね、あの、僕んちはまずめっちゃ荷物が少ないんですよ。少ないです。基本的にはもう衣装部屋、あとはもう作業するところ、寝るところって、もうね、もう子供のおもちゃもすごい研ぎ澄ましていってるぐらいなんで、基本的には何もない。で、何もない理由が。 物がありすぎると入ってこなないんじゃないかっていうななんなん,なんですかねね恐怖心があるんんですよ、ね、んなんか風水の、えー、話を聞いたことがあって基本的にはあの今までありがとうって言ってやっぱり断捨離していくことが大事やと。<laughs> でねこれねおそらくなんですけどねすごいこのスタジオ入る前に汚い机があったんですよ。あ<ら>なんか CD が山積みもう CD が山積みで汚いっていうのも嫌なんですけど音楽やってる身としては。<laughs> でも もう石谷さんはおそらくあのテーブルですめちゃめちゃ汚かったです <laughs> めちゃめちゃ汚い机なんですけどカレンダーだけめっちゃ綺麗な角度で立てられてましたねあのカレンダーの癖あれ綺麗好きなんですけれども捨てれないというねこれまたもう独特なんですよねでもこれ捨てれない気持ちもわかるんですけどうーん一番いいのはやっぱりあれじゃないですか売るっていうのがいいじゃないですか <laughs> で必要な時にまた買う っていいいううのが一番いいと思うんですよねでもやっぱ CD がいっぱいあって関係者の方から頂い,いてるんでという、まあ、石庵さんの優しさがにじみ出てるんではあるんでしょうけど、まあ、ちょっとちっちゃなゴミ屋敷みたいな感じになってましたんでこれもぜひあの誰かが一緒に手伝ってあげた方がいいんですよね<ー>こういう時って。 あ、それもあのどっか家に持って帰った方がいいよとかっていう感じでね、あの解決したいと思います。なので石山さんはあのもう解決しました。僕が一緒に片付けます。あ<ら>、はい。<laughs> 僕が片付けましょう。<laughs> お悩み解決でございます。<笑><笑>じゃあもう一つ紹介してもらい,いたいでしょうか。いやもう簡単ですよ。<laughs> はい、ねええー、大阪市北区茶屋町の住人ミキサーさんから。ミキサーさん、はい。金山先生、こんばんは。こんばんは。私のお悩み聞いてください。はい。 私には10歳と8歳になる子供がいます、うん、8歳になる次男は大きくなっても「サッカーやる!」と言って精力的にサッカーをやっているのですが、うん、長男の方が何ででも中途半端で困っています、うん、幼稚園の時は水泳に行ったり少し前まではダンス教室に行ったりしていたのですが習って2年くらいが過ぎるとやる気が落ちてしまいすぐにやめてしまいます。うん このペースでいくと現在次男と一緒にサッカーに行っていますがまたすぐに辞めてしまいそうで親と子は別に好きなことをやってくれたらいいのですがと金山先生は音楽ややグループをを長く続続けけるテンンションをどうやってて持ち続けていますかと、うんうんうん、あ,、はい、あなるほどこれねおもう自分に関わるというかもう息子子供の悩みも入ってきてるんでねんこれ難しいんですがまず僕が。 あの音楽やグループを長く続けるテンションをどうやって持ち続けてるかということなんですけど、はい、えとメンバーと独特な距離感を保つ <laughs> やっぱこれですよね <laughs> プライベートで会いすぎないなるほど、うん、でこう久しぶりに会ったっていうあの感じもやっぱ大事ですから、はいね、ロバーと飲みに行くこともありますしヒデとカレー食いに行くこともありますしあ,のあるんですけどこう独特な距離感をあの保つっていうのがやっぱり何がですかあ <laughs> そうですよね自分でも何言ってるか分からなかったですそ、ね、う次男が一緒なことをやってしまうと影響を受けてしまうとちょっと僕の話は一旦置いといてですね、まあ、僕も4歳になる子供を抱えるあのパパとしてあの相談乗らせていただくとですね、うん、まずこれ 兄弟がいるというのでこれどうしても比べてしまうんですよ、うん、8歳になる次男は大きくなってもサッカーやるって言ってるんですけど、うん、長男も比べられてるんですよ 2>, <ー>2年くらいが過ぎるとということで2年続いてるんですよね、うん、ここはやっぱ評価してあげたい先生としては、うん、なるほど、うん、ですねあとはこの夢、うん、夢もねこう まだだ出会ってないだけやと思うんですよねこの2年周期ぐらいでどんどんいろんなことをあのやらせてあげるっていうのが一番大事なのかなと思いますねなので解決策はお兄ちゃんと比べない、はい、お兄ちゃんは、うん、あの我慢強いかもしれないんですがあの弟さんはねこう2年周期で飽きるオリンピックよりもあの半分の単位でこう、ね、いろんなことをやるという好奇心旺盛 ということをね評価してあげて、うん、あのもう2年ぐらいでどんどんやめていいよって言ったら、将来大人になった時にいろいろかじってたことがこう見になって、すごい人になるかもしれないですよ。そうですね。うん、武井壮さんみたいな感じになるかもしれないですよ。はあ、何でもできるっていう、頭もいい、運動もできる、動物も倒せる。以上です。ポ,ポジティブに言ったら、その2年ごとに夢が変わっていいですよね。んうん、いや本当ですよ。まだ8歳ですもんね。長男が10歳で。うん。で。 次男がサッカーをやりたいって言うんですね、はい。中村くん夢とかあるんですか?。僕は夢はそうですね。やっぱり。歌手として。<laughs> はい。なん、なんで笑ってるんですか?。い, <や S 1> いや、そういえば、僕。あ、お兄ちゃんが飽き性なん。ですねお兄ちゃんが飽き性なんや。あ、八歳になる、あ、次男がな。サッカーやるって、僕何言ってるんですか?<そう>。<laughs> 何の時間やったんですか今。全然逆やったんですね。 あなるほどなるほどお兄ちゃんが飽き性なんですね。でそれ弟も続き一緒にサッカーやるって言ってるんですけど、うん、真似してやめてしまうというか影響を受けてしまうんじゃないかなと。なるほどねちょっとまだあんまり頭に入ってきてないんですが、うん、え10歳のお兄ちゃんが何やっててもすすぐやめてしまうんですね 2>,、うん、2年ぐらい経つと 2>, 2年ぐらい経つと、うん、いやでも,もうさっき言った弟と比べない方がいいんじゃないですか、うんうん、そううですね、うん、あとはこう うーん10歳、小5ということで、まあ、中学入るとまたね本格的な部活動みたいな感じでねちょっと軽いノリでやめれないみたいなところもありますからね,ね部活になった瞬間ねそこもまあ一度あの大人の入り口みたいなところを体験してもらって、うん、もう長い目で見てあげるのがいいのかなと思っておりますちょっと弱いあの先生のアドバイスになりましたけれど <laughs>、ね、先生が教えられてるっていう、はい、次のお悩みいきましょう。はい、いきますか、はい 第一回目ということで、はい、スタッフの方がまた来てます、ね、今のところスタッフですけどねほぼお、行ってもよろしいでしょうか、はい、はい、せていただきまスタッフの山ちゃんさんから頂い,いてます、はい、金山先生こんばんはこんばんはこれから永遠正月ラジオよろしくお願いしますよろしくお願いします金山先生に相談です、うん、この春からこの番組を含め番組、うん、SNS での告知など担当することになりましたが,、うんが 今まで SNS を一切やっておらずどのように情報を上げたらリスナーのの方に喜んんででいただけるのか悩んでおります、うんうん、金山先生はファンの方と交流されたりエピソードを募集して卒業ソングを作ったりラジオ風に生配信をされていたりと楽しく SNS を活用されているように思うのですが、うんうん、何かアドバイスありますかベリーーグッドなアンサー お願いしますあなるほど SNS も僕全然苦じゃないタイプで、うん、あのロバーとか SNS 苦手やとか言うんですけどね<う>やっぱこう、ねうん、SNS もいろいろありますねツイッターとかインスタとか YouTube とかいろいろありますけどでもねスタッフの山ちゃんスタッフの山ちゃんさんいらっしゃいますあー苦手そうですね <laughs> 苦手そうな確かに顔はしてます。<laughs> 苦手そうな服の色やしでもねやっぱりスタッフもあのやっぱり今とか居酒屋とかでも誰が作ってるかみたいなんてやっぱ見えるじゃないですか会いに行ってその人の料理を食べたいとかその人が作るドリンクを飲みたいとかっていう時代なんでマ <はい S 1> ちゃんが出た方がいいんですよね前に。で山ちゃんのカレンダー発売しましょう年明けね それがいいいと思います <laughs> やっぱりね岡崎体育くんのマネージャーの松下さんとか、はい、フォロワー4万人ぐらいおるみたいるすすごいです、ね、僕負けてるんですよ <laughs> ツイッターのフォロワー。めっちゃショックですよ。ね、楽屋挨拶したらこっちが一方的に知ってる人みたいになって「<laughs> あ松下さんはじめまして」みたいなねそういう時代になってますんでスタッフの山ちゃん目指せフォロワー1万人企画ということでね<ー>これはぞぜひやっていきましょう、はい、みんなで協力して。で1万人いったら あのこの MBS、えー、メゾンドミュージックのお偉いさんにあの美味しい中華料理をおごっていただきましょうね <laughs> 1>, 1万人ぜひともそ何か目標があった方がねみんな一丸となりやすいので、ね、そうですね、はい、で山ちゃんの,あの、えー、カレンダーを発売するという <laughs> はい 山ちゃん的にはベリーグッドなアンサえたかどうかで言ったらオッケーです。ずっと出ましたね。はい。この話明るくなりました。あい早速これ終わったら山ちゃんの名だけモザイクかけてあの投稿しましょうか。これが山ちゃんですというのをはい投稿させていただきましょう。お悩み解決でございます。解決してます？めちゃくちゃしてますね。めちゃめちゃしてますね。めちゃめちゃしてます。大丈夫ですかね。これね。はい。まだ来てるんですか？ラスト紹介してもいいですか？はい行きましょう。はい。 D の KK さんから来てます。金山先生、こんばんは。座って手を振ってる KK です。ああ、それ KK っていうのは、KK の毛量が多いということですか。そういうことじゃないですよね。あの、そういうことにしておきましょう。捏造しましたね今。今日は金山先生に折り入って相談がございましてと、私ファミリーでよくキャンプに行くのですが、マイカーを持っておりません。カーシェアでキャンプに出かけます。 これ車にかかる駐車場代や維持費はかからないのでお金的なメリットはあると思うのですが毎回テントなどキャンプ道具の積み下ろしがとても大変です確かかにに楽荷物を積み下ろす方法はございませんかもし方法がないようでしたら金山先生の車に荷物を積んどいたらダメですか金山先生の車でキャンプに行ったらダメでしょうか めちゃめちゃですよこれ。<laughs> まだ今日あった2回目ですからね。でも車乗り換えたんですけど車検のタイミングで前の車はなんていうんですかこう綺麗にあのキャンプ道具を積んどく積載テトリスと呼ばれるやつでもう綺麗に積んでたじゃないですか。100点でしたね。そうなんですよめちゃめちゃガソリン代減るんですよ。 あれダメなんですよねガソリン代が高くついて仕方ないんで、えー、でもねカーシェアも今やっぱり便利ですしやっぱこう家と。 えなんや車って実はこう持たへん方があの幸せ幸福度高いんじゃないかみたいなお金も残るんじゃないかみたいに言われてる時代なのでこれ結構シビアな問題ではあるんですけどやっぱりマイカーでキャンプには行きたいじゃないですか。道中もやっぱりこのねキャンプ の内容に含まれれてるんでこぜひとも、あのー、副業ししていいただくしかないです、ね、もうセカンドワーク <laughs> もうセカンドワークの時代ですからねん、やっぱこういうこそっとやるのがやっぱりこの本業につながったりしますから僕もあんまり大きい声では言えないんですけどやっぱりもうそういうのは視野に入れていかんとやっぱ生き残れない時代じゃないですかそれをまた本業の方に持ち帰る、はい、なのでまず車を買って、はい、でそれに追いついていく。 タムケンさんも言ってたんですよ。<は>もう全く金ない時にあの高級車俺買ったと。はいはい、お前も買えって言われてあのあもう買いますって言って僕もそれであの高級車ではないですけど、はい、買わせていただいたのでそこに自分が追いついていくみたいな。なるほど。もうお金を稼がないと仕方ないっていう状況を作り出すっていうのがまあ一つ解決策かもしれないですね。もしくは会、えー、って2回目の僕の車にぜひ、えー、とも荷物を積んでいただいて、えー、夏が終われば全 キャンプ用品を売るという。さっきあれさっきもあったその相談が。そういう解決をさせていただきたいなと思っております。ね、はい。ちょっと絡みましょう。何ですか？はい。あ全然納得してないですね。納得しないですね。全然納得し、めっちゃ納得しましたっていう声が返ってきてるんですけれども、まあ今キャンプ道具を持っていかなくてもできるとこもありますもんね。あそうですよね。手ぶらでキャンプみたいなのもやってますからね。はいはい。 ということで今日は番組スタッフや関係者の皆様からお悩みが届いておりました私がその悩み今後も解決していきたいと思いますということで今日の授業はここまでスタッフの皆様悩みは解決できましたでしょうかそんな君たちにぴったりの曲ベリーグッドマンの「ハロー」を聞き,おきベリーグッドマンの「ハロー」を聞いていただきながら私からお願いがございますリスナーのあなたお悩み送ってちょうだい メールアドレスは moc.mbs1179.comTwitter a はメゾンモカ私金山があなたのお悩みにお答えします以上「起立レイリスニング」